はい、プレイしていきたいと思います。サブナティカ、前回はお魚倒しましたぞ。イエーイ。前回はね、本当にもうお魚倒しただけで満足ですよ。わかるわかる。ディハイドレーション水分が必要だって。俺に分かってる。俺は知っている。水分が必要なことぐらい分かってるから。でね、前回あれなんですよ。なんだっけ、ブリーチ、ブリーチ、あ、サルトデポジットがないだと。それまずいだろ。それはまずいだろ。俺、サルトここにないぞ。あ、ここにある。ここにある。ここにある。これだ、サルトは。あった。はいはいはい。はい。よくできました。そう、前回ね、ジェネレーター作ってみたんですけど、ジェネレーターがね、ダメだった。私が思ってたのと違ってました。あ、ブリッジだけ水作れるんだね。私が思ってたのはもうちょっとね、電気を作ってくれるもんかな、想像してたんだけど、ダメだったんですよ。なんでもうスキャナーもね、作り直しました。仕方なくこうしとこうか。アシッドマッシュルームってな、しかもスポアもあるし、スポアってなんだよって。まあいいや、水の材料だけ一緒にしといて、オープン。よいしょ。そう、これがあのジェネレーターね。これ腐っちゃってるね。間違って食べたら痛みに遭うから気をつけないと。こっかチャージできればいいんだけどな。セルフチャージングパワーシェルって、まあ自分でチャージしてるんだろうな。パワーシェル1から3オンライン、これを修復したいんですよ。あ、そう。あと、エアサック。エアサックがね、ちょっと、自分の中に目星がついたんで、それをちょっと探しに行こうかなって。あ、これ何？気になる。ここってでっかい魚いなかったっけ？これ何？シーグライドは、なんだっけ。タイタニウム3つ分なんで、今いいです。タイタニウムは足りてる。あ、ここ行ってみよう。あ、レギュレーター作るって言ってた話どうなったんだろう。レギュレーター作ってないな。ちょっとレギュレーターのレシピ見るだけ見てから考えようか。レギュレーター作ろうかって言ったら、なんか、別の話になったんだよ。レギュレーターって何だっけ？リサイクルなんちゃらみたいなね。これだっけ？ツールだっけ？ツール。これ違う。ダイブリールじゃない。どれだ、ここかな。あ、違う、ラディエーションじゃない。これワイヤリングキットとファイヤーメッシュ、ファイバーメッシュ。あ、ファイバーメッシュってなんだっけ。ファイバーメッシュってここじゃなかったっけ。ワイヤリングキットはシルバーオレ2個、シルバーオレ2個とファイバーメッシュ、これだね。クリップバインサンプルとシルバーオレが2個なんで、ちょっと草のとこ行きましょう。あれ結構流された。そんなことない。草のところってどこだっけ。あそこかな。なんか方角がわかんねえ。あ、違う、あっちだな、あっちだ。草のところでさっきね、なんて言うんだっけ、あれなんかいろいろ入ってるやつ、あれをいっぱい見かけたんで、クリップバインを取りつつ、クリップバインだっけ、草を取りつつ、それを割っていきましょう。これを取って、OK、あと腐ってるのが1個家にあるからね。まあ、取っとくどうせらしい。シルバー来たー。もういっちょ。ゴールドじゃない、カッパーだったわ。これはバイオリアクター。お、バイオリアクターだって。これ取っとこうよ。お、来たんじゃない。あ、ダメだ、俺も覚えてた。これあれはなんかここも近いから、もう近いやつは多分覚えてんだよね。モバイルビッグベ、はい、覚えました。
お、ここいっぱいある。違う、カッパー違う。何？リードか。リードも違うんだよ。お、でかいの来たね。2匹はまずい、2匹はまずい。さすがに2匹はまずい。1匹だったら退治できるっていうことは分かったんで、私。ナイフでザクザク切ればね、死んでたわ。ザクザクしとけば死んでしまったわ、あいつは。簡単に。簡単にっていうのはおかしいけど、まあ、想像以上に簡単に倒せました。出ないな、シルバー。これさっき見たやつ？ビークルベイ。塩結構あるね。まだ持てるよね。1、2、3、OK、持てる。魚持ち帰りたいな、どうせなら。いいね。ダメか。これが。何これ？ブレインコール。パープルブレインコール。酸素のやつです。貴重な水中で酸素を補給するのに使える。なんもないよね。あそこだね、うちの拠点は。でお魚持って帰りたいかな。シーグライドがもっと使いたい。チャージしたい。こっち潜ってみたいな。なんか結構深いね、ここ。ここでかいイカみたいなやつにあった場所かな。だんだん俺も行動範囲が広がってきてる気がするね。ここの中入ってみたいな。ちょっとだけね。あんまり深くまで行って危ないから。コーラルチューブ。シーグライドか。酸素なくなったら嫌だもんね。あ、なんか奥行けそう。普通にやばいかな。やばそうだね。やばそうだ。やめとこう。酸素がない。あ、こっち右行け。あ、タイタニウムかよ。やばい、そろそろ酸素やばい。一旦魚捕まえて帰るか。あれどこだっけ。ここだ。魚を捕まえて帰りましょう。ご飯食べつつね。シルバー1個ぐらいなかったかな、家に。こっちちょっと潜ってみる。お、これ食えないかな、これ。無理か、無理か。あ、今酸素補給しとけばよかった。なんだこれ、なんだこれ。うわ、いて。毒かよ。あ、これだ、アシッドなんちゃらスポア。同じことやった、これ。よし、一回戻ろう。もうすぐそばだし。魚一匹ぐらい持ち帰りたいな。魚一匹ぐらい持ち帰りたい。ここにあるのは貫通するだけのところかな。魚一匹ぐらい持ち帰りたいんだけど。さっきのでかい魚どうなったんだろう。持ち帰れなかったんだよな、あいつ。お、なんかある。あ、これあれか、変なのだ。お、穴がある。あ、あった。シルバーがもう一個見つかるが、シルバー来ねえな。あのちっこいの気になるんだよね、この中。お、捕まえろ。これがエアサックじゃないのか。スキャンできねえし、手に入らんし。なんでやねん、なんでやねん。お前エアサックだろ絶対。まあいいや、ちょっと嫌だから。食べ物食べましょう。
海水上行って、シルバーもう一個まで持ち帰りたいんだよね。それかお魚を持ち帰りたい。お、いた、お魚。何あいつ、赤い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 。来た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 。よっしゃ、お魚一匹。あ、あっちにもあれがある。これまで行って帰ろっか。ダメだわ、もっとあったりしない。一旦帰ろう、帰ろっか、帰ろう。うーん、シルバー家にあればいいけどな。シルバーが1個あればレギュレーターかリなんちゃらが作れるからね。どうかに合いそう。とりあえずお魚焼きをします。よいしょ。お、美味しいです。で、シルバーがもう1個ぐらいどっかにあったらいいんだけどな。これシルバー？きたー。これでリなんちゃら作れる。違う。メッシュ。は？そうだね。俺クリッパーインサンプル捨ててきたね。本末転倒だね。ちょっと待ってね。サルトいっぱい持ってんじゃん。2個、2個はいらないかな。1個でいいかな。サルトいっぱい持ってたら水を作って飲む。あ、そしてヒーラーが欲しい。変なのどうにかしたい。こっちじゃないな、これかな。これだ。ヒールを、よし、で行こうか。クリップバイン2個。クリップバイン2個持ち帰るぞ。食べないぞ、今度はちゃんと。前回食べちゃったから。お腹空いて食べちゃったから。あ、前にあるあれか。これは回収しましょう。誰だ？俺に攻撃すか？2個でいいんだよ、2個で。よし、一旦帰ろう。もうないよね。ドイツだ。俺をからかってるのはドイツだ。よーし、これでメッシュを作っての。これレギュレーター作れるでしょあ、ワイヤリングキットね。はい。ワイヤリングキットどこだっけ、これ。お、なんか出ててんつ。きたー。あ、なにこれ。あ、ワイヤリングキットってそういうこと？なんかすごい作れそう。きたー。CO2。きたー。ピックアップレギュレーター。あ、え？どこに装備すんの？え？ちょ、マジで。そういうこと？これ何？ラデュエーションヘルメット。やったー。絶対こっちの方がいいよ、ヘルメットなんかより。どこに入れようかな。ここかな。あ、ちょ、ここかな。入らないね。これ捨てよっか。絶対クリックしちゃダメなやつだからね。あ、1個なの。1個なの。1個だったらちょっとこっちじゃなくていいわ。こっちじゃなくてこっちに入れときましょう。1個だったら。カッパ俺がいっぱいあんな。タイタニウム。カッパー作るか。タイタニウム3つ取って。また増えてく。なんだっけ、カッパー。名前つけるよ、今度は。カップ。なんかスペル違う気がする。O だったね。O だったね。まあいいや。あ、これはどうする？リード。まあいいや、入れとけ。割烹。
カッパーなりました。で俺は倒したいやつがいるんですよ。これレギュレーターで多分酸素がリサイクルされるようになったから長く潜れるはずなんですよ。こっちの穴かな。俺エアサックが誰かが分かった気がするから、フラッシュライト持ってくればよかった。これで電気減ったりする？減るな。これダメだ。今じゃないぞ。残念ながら今じゃないわ。レギュレーターにな、長く潜れるようになってる。まあなってるんだろうな。多分。リーなんちゃらター穴の中にフグみたいなのがいたんですよ。あいつがエアサックじゃないかと睨んでたけど、フグみたいなのがいたんで、ついでにこれもバイオリアクターも持ってることが今回分かっちゃったからいらない。明るくなってきたら深く潜ろうかな。こいつ食いてえかも。イエーイ、ゲッチュー。ホーバーフィッシュ。じゃあ、魚いっぱい捕まえて帰ろう。何？ホープフィッシュ。明るくなってきたし、かも。一旦帰って、とりあえず焼き魚にして、潜ろうか、深く。今回いけそうだよね。よいしょ。こいつ水分たっぷりありそうじゃない？そんなことないかな。ダメでした23。ダメだね。よかった。よし行こう。これって、いや、チャージ量とかないか、さすがに。すっげえチャージ量があったらいいなって思ってたんだけど。そう、ここ行ってみましょう、ここ。よし、かかってこい。かかってこい。どこだ？いや、思ったよりここ深いぞ。あれ、出てきちゃった。違う、さっき。あ、嘘、あれ。ここだよ、ここ。よし、ここ行きましょう。ちょっと一気に加速していこうか。ここの先にいた気はする。2匹ぐらい。これだ。え、ラディエーションディテクテッドって。まあ気にすんな。これ。ほほうほほう。待て。なんだこれは。何これ。ちょっと待って、ラディエーションディテクテッドまずいから、ヘルメット持ってくればよかった。やべえな。何をゲットしたんだ俺は。エアサックゲットしたか。あいつが俺はエアサックだと睨んでたんだよ。多分エアサックだったと思う。何？クラッシュパウダーか。あ、ちょっとクラッシュパウダーってウェルダーじゃね？ちょっと待って。マジ。来たんじゃない？ついに来たんじゃない俺。あいつがクラッシュパウダーなのか。エアサックより断然いいじゃん。ちょっと待って、テンション上がりすぎてどれかわかんねえ。これだ。いやー、きたー。ちょっとマグネシウム探そうぜ。違う、マグネシウムってどこしまったっけ。これ持ってった方がいいかな。汚染地域行ったらね、これと交換しないといけないから。カッパーって書いてある。サルトって書いてある。で、これか？マグネシウム1個あったよね、俺ね。1個だけ作ったと思うんですよ、マグネシウム確か。
マグネシウムと何が必要だっけ？忘れちったね。マグネシウム作ろう？作れるでしょ。マグネシウムと、あったマグネシウム、これと何だっけ？嬉しすぎてやばい。タイタニウムだって、タイタニウム。タイタニウムなんてこっちに転がってるから。どれだ？これだ。これだよ、これ。ウェルダー来ました、ついに。ああ、よかった。ついに来たよ。これできっと俺の。ひゃほい。これをチャージで。ギュきた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 。治ったー。というわけで治りました。で、このまま次回、この治ったエスケープポットなるものを確認したり、このいろんなのを触っていきたいと思います。見て。フルインジェイングル、読めね。とりあえず全部 OK なりました。やっほい。グラビティアンカーもオンライン。ライフポットフルインジェリーなんちゃらかんちゃら。で、スキャニングオールエマージェンシーフリークエンシーズ。やったじゃん。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ついに動き出しましたね。で、次回もやっていきたいと思いますので、もうちょっとね、ちょっと今から白猫やりたいけど、このままぶっ続けてやっちゃいます、実は。楽しい。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。動画の下の説明欄に連続再生プレイリストあるもので、よかったらもしこの動画から見た人は1話から見てきてくれたら嬉しいかもしれません。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。